山本町にあるいちごの生産法人では、きょう摘み取ったいちごニコニコベリーなどの出荷作業が行われました。県は大手ディスカウントストアのドン・キホーテを展開する会社と協定を結び、県産食品の輸出拡大に取り組んでいます。県によりますと、ドン・キホーテの新店舗がグアムにオープンすることになり、これに合わせ県産いちごを販売することになりました。県産いちごは去年1月からタイやシンガポールなど5カ国に輸出されていて、グアムへの輸出は初めてです。宮城県の品種と特性を生かした美味しいイチゴを海外のお客様に届けて、それを商品化していきたいというところに非常に期待しています。新しい市場ですので、どういった反応があるかというのも楽しみにしているところです。今日出荷されたイチゴ840パックは成田空港からグアムへ空輸され、今月25日から現地の店舗に並びます。県は6月中旬までに県産いちごおよそ4万パックの出荷を予定しています。